はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。この度の北海道胆振東部地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。本日2018年10月28日現在では、北海道会場を除き第1回公認心理試験が終了しています。北海道会場の受験者のための追加試験は2018年12月16日に決定しましたね。弊社では公認心理推進ネットワークの講演を務めるなど、本資格の成立に微力ながら尽力してまいりましたが、この度の試験では受験者の皆様を応援する企画として、公認心理試験出題基準、いわゆるブループリントの大項目ごとに簡単に解説を行う生放送動画のアーカイブを24夜連続で公開してまいりました。また、試験当日には心ジョブさんの回答速報の監修を行いました。今回は回答速報に携わったスタッフの記憶や記録に基づき、全154問を順に振り返る生放送を行ってまいります。受験者の方はご自身の受験の振り返り、見解の整理、自らの専門的立場の再確認など自己研鑽のために、これから受験される方は第1回試験の出題例の確認、見解の分かれる出題例の把握など口語のためにお役立てください。なお、先ほど申し上げました通り、動画内でご紹介する問いは回答速報を担当したスタッフらが記憶に基づき再現したものです。実際に出題された問題とは齟齬がある場合がございます。あらかじめご了承ください。それでは本日は問い79から問い81を見てまいりましょう。まず問い79です。